中島博之、ライデルとの乱闘で中日入りが確定していた。2021年9月11日に東京ドームで行われた巨人中日戦。ライデル・マルティネス投手が中島の左肩に死球を受けて、一触即発の険悪ムードが漂った。死球に怒りを隠さず、右腕を睨みつけた中島。それに対し、マルティネスは帽子を取って一塁に向かう中島に歩み寄ると、最後はグータッチを交わして瞬時に和解するというシーンがあった。あの時から中島選手と中日は結ばれていたのかも。中日ドラゴンズと、中島博之が繋がった運命の日。これが大受け中にドラとの接触により発動する力か。実質大受けの血を引く者とし、その所持者だな。あれ以降、中日ファンは中島好きだからね。同じチームになって親友になるかも。ど真ん中の審判まで中にドラになってんじゃねえか。真ん中の審判もとばっちり受けてて草。審判も中日移籍。審判まで中日化してるの草。審判の買収まで成し遂げてて草。中日ドラゴンズは金ないのは審判買収したからだった。オセロ形式ですか？そういう感じで伝染するんだ。恐竜魂感じちゃう。審判が立浪監督に見えてきた。この人コラの技術高すぎて好き。まあ、こじつけっぽいけどそのシーンは覚えてるし、加入後仲良くしてくれたらいいよ。中島人柄が悪くないのはなんとなくだけどわかる。打ちたいだろうけど、チームへの貢献、至急選ぶとかを第一に、個人記録への挑戦を第二に考えてくれると信じる。それなりの結果出せば中日ならワンチャン次の1年もあるかもしれないし。むしろ、ライデルさんの素晴らしい態度に拍手。ライデル敵を味方にする能力持っとるんか。中島さん、中日でも頑張ってほしい。中地は長野と松田に押し出されて今年はチャンスをもらえなかった。あれだけチャンスに強かったのに。中日でも頑張ってください。入団が良い結果につながりますように。